さあ注目ゼッケン12番はルクセンブルクのマルクジラルデイ。男子複合の優勝候補筆頭はルクセンブルクのマルクジラルデイ。今シーズンワールドカップ複合で3連勝中、現在史上最強のオールラウンダーと呼ばれています。しかしこの格好では12位と出遅れました。ブレイクランではあまりいい成績を出してないんですよ。そうですね、はい、あと鬼門は3つ。まあ、彼としましては、はい、もっと技術を出して滑りたい、そういう気持ちがあるでしょうね。なるほどね。まっすぐだけじゃなくてね、タイムがちょっと遅れました。1分34秒53で第8位です。トップはこの雫石のダウンヒルコースでトレーニングランから好タイムを出しまくっていたのがフランスのリュック・アルファン。格好を得意とするアルファンはこの複合を格好でトップに立ちます。斜面から左へのターンですね、はい、そしてすぐ大きなジャンプがありますね。はい、天狗の踊り場。そして最後の義経ダイブ、このジャンプはどうか。ああ低く抑えてます。はい、これはいいタイムが期待できますね。あと鬼門は2つ。フランスのリュック・アルファン、あー捉えた、どうか。しかしタイムは早い、1秒87上回りました。さあゼッケン4番注目のマルク・ジラルデリ、4大会連続この世界選手権でゴールドメダル獲得なるか。ジラルデリ1本目終わったところで総合3位です。このジラルデリがこの2本目、はい、1本目はやや抑え気味に滑ってましたけどね、はい、安定した滑りに見えたんですが結果は遅かったです。しかしこの2本目はもう優勝を狙って、このスラロームで優勝を狙ってくるでしょうね。はい、ルクセンブルクのマルク・ジラルデリ中間タイムで0秒4を上回りました。さあジラルデリトップに立つことができるかどうか。4大会連続ゴールドメダル、この世界選手権で4大会連続ゴールドメダルがかかっています。ジラルデリ、さあ感謝面に入りました。最後の鬼門を通って今ゴールイン、0秒11上回ってコンビネーショントップ、コンビネーショントップに立ちましたマルク・ジラルデリ。そしてノルウェーゼッケン9番ラッセチュース、ラッセチュースは1本目で、トータル2位というところですから、はい、このラッセチュースが木村を抜くかどうか。そうですね、スラロームでもこのスラロームですね、はい、1本目4位につけてますから、はい、このスラロームだけの、トップを狙ってまずは来ますね、うん、ノルウェーのラッセチュース潜在能力はノルウェーチームの中でも1、2を争う存在というふうに聞いております、はい。さあ中間タイムはどうでしょうか。こういうですね、1本目よりはやや柔らかめ、はい、滑りやすい雪になると、ノルウェーチームが調子を上げてくるという情報が入ってますからね。なるほどね。0秒14上回りましたがその後ちょっとバランスを崩した、あれがどう影響するかですね、はい、さあ間もなくゴール感謝面に差し掛かっています。ノルウェーラッセチュース、最後の鬼門を取ってゴールイン、0秒24上回りました。0秒24上回って、さあコンビネーショントータルではどうでしょうか。0秒24上回ったということで、千田さんどうですかね。1位ですね。総合1位立ってます。総合1位ですか、はい、さあノルウェー1本目終わりまして、チューテル・アンドレ・オーモットが1位に立っているわけですが、そのオーモットは今スタート。さあオーモットの注目の2本目の滑り、まあ、金を取れるかどうかという滑りでしょうね、そうですね、はい、ただ選手としましては、はい、ここで抑えのスキーに入ると分からなくなってきますよ、なるほど。ちょっとこの辺リズムを崩しています、はい、ノルウェーのチューテル・アンドル・オーモット、やはり総合では1位に勝ってても、はい、このスラロームで優勝するという気持ちを持って攻撃的に滑らないとまずいですね、はい、さあ中間タイムは0秒27上回りました、はい、ノルウェーのチューテル・アンドル・オーモット、さあ急斜面から間もなく緩斜面に差し掛かろうというところ、あと鬼門は2つ、今五輪1分21秒15、0秒45上回りましたが依然として2位、コンビネーション2位です。